どうも、深海生物のセブンです。今日も深海生活やっていきましょう、主さん。前回、まだゲットしてないポケモンをリストアップしてみたんだけど、あと25体ぐらいだったかな？そうですね、あと少しといったところですかね。ただ、狙うポケモンがピンポイントになってくるから、ここからなかなか数が埋まらなそうなんだよね。少しずつ残りのポケモンも埋めていきましょう。今回は、化石ポケモンを埋めていこうかな。ガラルの化石ポケモンに、水ポケモンがいたよね。ウオチルドンとオノラゴンですね。どちらもまだ復元できていないですね。そしたら化石採集をとことんしていこうか。さあ主さん、目当ての化石を掘り当てることができるでしょうか。化石は海底にたくさん眠ってるから、とにかく海底探索をしていれば、化石ポケモンはコンプリートできるね。そこは深海生活と相性がいいですね。でも大半の化石ポケモンは水タイプじゃないという事実。しかも復元しても岩タイプが多いので、この深海の世界ではとことん相性が悪いですよね。この世界は嫌というほど水タイプのポケモンがいるからね。まあ、水タイプが好きな私にとっては夢のような世界だけどね。夢のような世界であるこの深海生活が始まって、早3ヶ月が経過しましたよ、主さん。この深海でずっと生活していたいという思いもあるけれど、半年経過するまでには目標を達成して陸地に上がりたいところ。まだ結構猶予あるじゃないですか。次にやりたいシリーズもあるからね。億構造が大体固まってきているみたいですね。もちろん深海生活が終わってから始動するけどね。それよりもまずは化石集めに集中しないとな。おし、一度に4つのボーナス化石ブロックだ。化石ブロックには幸運エンチャントの効果が反映されますからね。化石コンプ目的の方は、幸運エンチャントツルハシを用意するのをおすすめします。幸運ツルハシはエンドシティに行けばいくらでも手に入るからね。エンドラを倒さずとも、空を飛べるポケモンがいればエンドシティには行けるから、そういうことを考えると、サバイバルを始めてまずやることは、ケイシーやユンゲラーといったエスパーポケモンを倒して、エンダーパールを入手した後に、ポニータとかの炎ポケモンを倒してブレイズパウダーゲットを、背中に乗せて空を飛べるポケモンを仲間にして、エンドに行くのがいいかもね。ピクセルモンを導入すると、エンドに行くまでの難度が大幅に下がりますからね。エンドがコンビニ感覚みたいになるからね。ということで化石掘り出しまくりました。今回だけで化石コンプできるんじゃないかってぐらい掘り出しました。さあ、久々に化石部屋に行こうじゃないか。この旧倉庫部屋にあるエレベーターブロックから、1階飛ぶとボール製作部屋、そして2階飛ぶと化石部屋に到達できます。忘れてなかったんですね、主さん。自分で作ったんだから忘れないでしょ、普通。取り立てだとまだどんな化石かわかんないから、クリーナーにかけないといけないんだよね。さあ、この中の化石で、ウオチルドンとオノラゴンは復元できるのでしょうか。それっぽい化石を片っ端から綺麗にしていくか、右側の化石とかそれっぽくない？それっぽいですけど多分違いますねこれ。え、マジ？あっ、左側は縦とクスの化石だわ。そんで結局右側も違うなこれ。やっぱりクリーナーにかけないとどんな化石か判別できないわ。これクリーナーにかける前にわかる人は化石プロだわ。化石ポケモン博士の称号をあげてもいいぐらいだよ。黒がネシティあたりでその称号役に立ちそうですね。さあ今度はどうだ。左側は違いますね。お、右側の化石が狙いの化石ですよ、主さん。早くも来ちゃった感じか。するとこの二つの化石もウオチルドンかオノラゴンのものかもな。なぜならアイテムのアイコンがさっき復元したのと一緒だから。お、当たりですよ、主さん。右側の化石はさっきと同じやつ復元してたね。お、これもガラルの化石でしょ。これでオノラゴンとウオチルドン復元に必要な化石が揃いました。あれ？ガラルの化石ってもう一つなかった？それはパッチラゴンとパッチルドンを復元する用の化石なので、今回は必要ないですね。なるほどそういうことね。それで、この化石を特定の組み合わせで作ることで、ウオチルドンとオノラゴンを復元できるようになるんだよな。まず、化石の首長と化石の魚の組み合わせで。ウオチルドンの化石の完成。そして今度は化石の魚と化石の竜の組み合わせで、ウオノラゴンの化石の完成。あとはこれを復元マシーンで復元するだけだな。復元完了までしばしお待ちを。復元完了、あとはボールに入れるだけ。ポケモンバトルも特に必要なしですね。ウオチルドン、ゲットだぜ。そしてウオノラゴンも復元完了。思いっきり首からガラスを突き破ってますけど。どっちかというと首長なのはこっちな気がするけどな。ウオノラゴン、ゲットだぜ。私の本命は今ゲットしたウオノラゴンの方なんだよね。というのもね、このウオノラゴン、実はかなり強いんですよ。その理由としてまず特性、頑丈顎で噛みつく系の威力がアップする。このウオノラゴンの特性は貯水ですけど、後で特性カプセルで変更しておきます。それと、ウオノラゴンの専用技がヤバいんだよね。実際に育成して、その力を見せてもらいましょう。
ということでトレーニングダウオのラゴン、まずは攻撃を伸びやすくしよう。エンドで集めまくった性格ミントがここでいきますね。ウオのラゴンには意地っ張りミントをプレゼントだ。これで攻撃が上がりやすく、特攻が上がりにくくなりました。ウオのラゴンに特殊技を覚えさせるつもりは一切ないからな。特攻がどうなろうと全く問題ないのだ。そして次は特性カプセルだな。特性カプセルはもう配布したいぐらいたくさんありますわ。ボスポケモンのドロップアイテムと、エンドのチェストから結構高めの確率で出てきますからね。これでトレーニング前の下ごしらえは完了。料理するみたいな言い方ですけど。まあある意味料理するって感じだね。ここから攻撃を上げるトレーニングをするんだけど、ボスポケモンからしっかりパワーリストいただきました。さあ、ウオのラゴン、トレーニングしまくって深海世界の最強物理アタッカーになろうぜということで育成完了しました。レベル65で、攻撃力196は、物理アタッカーとしては十分な攻撃力ですね。でも、ムーさんの攻撃力には及ばないんだよね。でもムーさんよりも高い火力を出せる方法があるんです。それがエラガミという技。エラガミは、威力85の水タイプの技ですが、相手よりも先にこの技を出せると、なんと威力が2倍になります。つまり、ウオのラゴンが先制でエラガミを打つことができれば、威力が170にアップするわけだ。さらにタイプ1補正で 1.5 倍、さらに特性頑丈アゴで 1.5 倍の火力増し、最終的な威力は 382.5。どんだけ威力跳ね上がってんだー。ということでその恐るべき威力を見ていきましょう。今回の検証に協力していただくハギギシリさんです。伝説のポケモンよりも上のレベルになることで有名です。ハギギシリは水タイプだから、エラガミの効果は今一つ、それを踏まえてご覧ください。今、ハギギシリに先制されたので、このダメージに収まっています。そうなんだよね。ウオのラゴンに圧倒的火力を出させるには、相手よりも素早さが上だということが絶対条件なんだよね。素早さを上げるための工夫が必要だということですね。一番手っ取り早いのはこだわりスカーフを持たせることかな。持たせると同じ技しか出せなくなる代わりに、素早さが 1.5 倍になりますね。これで先制できる範囲がだいぶ変わるぞ。なんせピクセル門下で、こだわりスカーフを持っている相手は誰もいないからな。ということで再びハギギシリさんに協力してもらいます。さっきよりも若干レベル上がってるけど、今一つでこの威力です皆さん。効果が普通だと、この2倍のダメージ、抜群だと4倍なのでもはやオーバーキルですね。多分伝説のポケモンもワンパンできるぐらいの威力です。ということで皆さん、ロマン砲のウオのラゴンを相棒にどうですか？私はこれを見て次のシリーズでもウオのラゴンを仲間にしようと思いました。このシリーズの目標である水タイプのポケモンすべてゲットは、シルバディア・アルセウスのように、持たせるアイテムでタイプが変わるポケモンも対象に入ってるんだよね。それで今回なんですが、シルバディをゲットしましょう主さん。おシルバディの入手方法あるのか。まずですね、エンドに行ってタイプヌルをゲットしましょう。エンドにタイプヌルって出てくるんだな。デオキシスの印象があったけど、デオキシスもエンドに出てきますね。結構あっさり出てきてくれたんだけど、レベルに注意してくださいね。タイプヌルはレベルが低いので。そしたらウオのラゴンの怒りの前歯が冴えるじゃないか。今回ウオのラゴン大活躍だな。もっと前に復元しておけば、レギュラーポケモンだったと思う。タイミングが悪かったですね、ウオのラゴン残念です。次のシリーズではレギュラーを勝ち取りたいところです。ウオのラゴンとヌオが揃った今、ポケモンゲット体制は完璧と言っていいな。もう私にゲットできないポケモンはいないぞ。ということでタイプヌルを難なくゲット完了。進化へようこそタイプヌル。早速シルバディに進化させたいんだけど、進化方法特殊そうだな。純伝説のポケモンが進化するっていうケース珍しいしな。シルバディに進化させるには、十分な効かせた状態でレベルアップです。あ、結構普通だった。ポケモンと絆を深めるには、やっぱりカレーを食べるのが一番だよね。純伝説の不思議なポケモン、タイプヌルの口にも合うカレー。この世界のカレーはどれだけ万能なのでしょうか。今回のメインターゲット、シルバディゲット完了。でもこれだけじゃダメなんだよね。シルバディにウォーターメモリを持たせて、水タイプに変化させないといけないですね。ウォーターメモリ手に入れてたかな？入手方法は、ボスポケモンのドロップアイテムと、海王が神殿のチェストに入っていることがありますが、そこで主さん以前ゲットしていましたかね？これはないパターンだな、ペル君。それを見かねて救済措置をしてくれる人がいますよ、主さん。まさかあの人が。ベベンさんが交換してくれるようになってる。しかも交換に必要なファイトメモリ、倉庫のチェストにありました。ベベンさんどれだけ有能なんですか？ベベンさんの活躍でウォーターメモリをゲット、そしてシルバディにセット、おっきれのところの色が変わるんだね。アルセウスと似た感じしてますね。ということで新たな純伝説のピースをはめ込みました。今回はちょっと特殊なポケモンをゲットしたけど、まだもう一人特殊なポケモンが残ってるんだよな。さあ、アルセウスはどうやってゲットできるのでしょうか。